伺います。こっち見て。井田と付き合って一緒にこうしてるなんて、CM 見るたびに豆太郎ちゃんって気になってたんだよ。青木は見ていて分かりやすい。時々こっちまで照れくさくなる。人を好きになるとこんな風になるのか。ゲームでもするか。うっそ、しやがって。コントローラー交換してもう一戦だ。子供か。とにかく貸せって。うわー、ちょっと俺がいる前で服を脱ぐな。まだ着てるじゃん。伊田からちゃんと好きって言われてねえんだよな。ごめん、青木の言う通りだ。本気で好きなの。あんな風に相手を困らせたりしない。俺付き合ってんのかな、私って。元気な豆太郎に会えば青木も元気になるかなって。いざー、泣くなって。いいじゃん、屋上のままでゆっくり話せて楽しいし。俺はだけど。俺もだよ。伊田も俺と一緒にいて楽しいんだ。バレンタインの時に俺がもらった手作りケーキ超美味しかったし。もらったのっていうか、お前焼いてんの。よくって。なんだやっぱり俺伊田が好きだ。あー、いろいろ考えてくれたんだろうか。青木ってすごいな。分かってねえだろ。もういい、行くぞ。豆太郎、よかった。元気か。まあゆっくりしていけ。今日は家族はしばらく帰ってこないし。